伊達原健二生は、秋澄君は私にどこか似ていたんだ。だから彼が考えそうなことは手に取るようにわかるというふうに話していました。伊達原健二生はハードディスクを叩きつけてぶち壊しました。秋澄は花束をどうしたでしょう。叩きつけて踏みにじっていたでしょうか。秋澄は先手を取られてしまった甘い自分、そして清水への罪の意識で頑張ってきたこれまでの自分に対しても怒りをぶつけました。その怒りをぶつけたのは花ではなく自分の分身ともいえる紫陽でした。もし秋澄が伊達原と似ているのであれば、ここで花を踏みにじっていたはずです。しかし秋澄は花を踏みにじるようなことはしませんでした。この行動の違いを見ればわかる通り、秋澄と伊達原は違います。秋澄は分身であるこの資料をすべて読み返し、自らをさらに見つめ直して反撃を開始するはずです。ここから秋澄の反撃が始まります。ちなみに伊達原が持ってきた花はデルフィニウムという花を中心にした花束でした。少年オルニトプスのギリシャ神話にもかかっているそうです。ちなみに少年オルニトプスのギリシャ神話とは、海で溺れていた少年オルニトプスと彼を助けたイルカは友達になりました。しかしある日、オルニトプスが住んでいる地元の漁師が漁の邪魔になるからとイルカ捕獲の計画を立てます。それを聞いたオルニトプスはイルカを助けたい一心で漁師たちを必死で止めました。漁師たちはそんなオルニトプスの行動に激怒し、海に沈めてしまったのです。イルカたちはオルニトプスの死を悲しみ、神に祈りを捧げます。不憫に思った神様はオルニトプスを青色のデルフィニウムに生まれ変わらせました。デルフィニウムの花言葉である寛大はこの言い伝えにちなんだと言われています。そうです、デルフィニウムの花言葉は生命、寛大、楽しみ、この3つの言葉になります。ちなみに色別の花言葉もあります。青色はあなたを幸せにします、慈悲、わがまま。白い花は誰もがあなたを褒めるです。伊達原が持ってきたとすると、その花言葉は合わないような気がします。デルフィニウムにある怖い花言葉の方が合っているのではないかと思います。その花言葉は傲慢、激しい愛着です。なぜこのような怖い花言葉があるかというと、デルフィニウムにはデルフィニンという毒があり、口にすると健康被害をもたらすことに由来するものです。犬や猫にとっては危険性の高い毒です。犬がいることを知っていて持ってきたわけではないと信じたいですが、キューバの予告で伊達原健二生が倉田勲に向かってふざけるなと言って胸ぐらをつかんで、その後同じ十字架を背負うと言っているシーンがあります。おそらくこれは清水優作が映っていたあの動画が見つかったという時のシーンなのではないかと思います。同じ十字架を背負うということは、この後あの動画を倉田刑事部長が隠蔽したということだと思います。問題はあの動画がいつ見つかったかということです。清水優作が罪を認める前なのか、認めた後なのか、この流れからいくと認めた後にあの動画の存在が判明したというような感じなのではないかという気がします。動画を見つけたのは千葉県警の警察官です。問題はこの警察官がすぐに報告をしたか、それとも報告するのに時間がかかったか、もしくは報告したが情報がどこかで止まっていて倉田刑事部長まで届かなかった、時間が経ってからやっと倉田刑事部長にその情報が届いた
というような可能性があるのではないかと思います。この流れを見る限り、少なくとも清水優作が罪を認めた後にこの動画の存在が明らかになったという感じがします。すでに罪を認めてしまった清水優作、おそらく報道もされていたのではないでしょうか。そこへ犯行時間に公園にいる清水優作の動画が見つかった。それで伊達原のふざけるな、同じ十字架を背負うという流れになったのではないかと推察します。そう考えると、誰かをかばうために清水優作を真犯人に仕立てたわけではなく、清水優作が罪を認めた後に清水優作が無実である証拠の映像が出てきて、伊達原検事正と倉田刑事部長がその動画を隠蔽した。そして隠蔽を境に倉田刑事部長から笑顔が消えたということなのではないかと思います。では、いつ伊達原側が檜山と江越のことを知ったかということですが、青山が今でも檜山さんを監視しているということは、まだ江越にはたどり着いていないということですというふうにこの時に話していたので、気づいたのは秋澄が江越を探し始めてからということになるのではないかと思います。無実を証明するのがこの動画なのかどうか、江越なら動画をすべて渡していない可能性があるのではないかと思います。脅すために動画を持っていたということは、渡した動画以外にコピーした動画を持っている可能性もあります。それとも倉田刑事部長が動画を保管しているのでしょうか。それとも動画を見つけた千葉県警の警察官に証言をしてもらうのか。でなければ、盗撮動画に映っている女性が相関図の中にいて清水さんを見たと証言するのか。この流れでいくと、清水優作の無実を証明するのが秋澄の目的です。そう考えると、糸井一家殺人事件の真犯人は出てこない可能性も考えられます。白木さんはなんでこの事務所を選んだんですかと篠宮に聞かれた時、きっともう先生も忘れてるんじゃないと、と言いながらミルを撫でていました。そしてこの直後に事務所にさやが訪れるわけですが、その時までは確実に両手でミルを撫でていました。しかしさやが事務所に入ってきた後の白木を見ると、手にスマホを持っています。ということはつまり、立ち上がる時にスマホも一緒に取り出したということになります。こういう白木の動きが疑う原因になっているんだと思います。予告を見ると、愛する人と交わした約束、そして裏切りというふうに書かれています。愛する人というのはおそらく秋澄の愛する人という意味だと思います。つまり、まだはっきりドラマの中では言われていませんが、秋澄の愛する人は百瀬玲子なのではないかと考えられます。裏切りは白木より緑川賢治の方が可能性が高そうです。アンチヒーロー第9話は6月9日日曜日夜9時から放送です。裏切り物語か見届けましょう。ご視聴ありがとうございました。